ゆっくり。真夜中テレビ。私が生きてきた中で最も怖かった恐怖体験を聞いてください。もしよかったら今現在も地元に住んでる人が現れてくれたら、情報をください。今から10年くらい前の話になります。私は毎朝愛犬を散歩することが日課で、いつものようにいつもの道を散歩していました。私の散歩コースは学校の正門を通過します。いつものようにその道に差し掛かると、不思議な光景を目にしました。文章力がないので何と説明したらいいのかわかりませんが、黒い車が学校の正門を正面に乗り上げるように停車しているのです。ちょうど学校の正門と車が向かい合うような形で停車。私は、と思いながらも、車を通過しました。時間にしておそらく6時15分30の間だと思います。犬を飼ってる人ならわかると思いますが、犬の散歩の時間はだいたい安定しているので、その時間に間違いはありません。そしてその道を通過し、いつもの散歩コースを歩いた後、また先ほどの道を通り、家に帰るのですが、その時に正門前に人間の首が置かれていました。正直な話、本物だとは思いませんでした。おそらくこのレスを読んでいる人は異常な匂いでわかるわずだろわらわら、と思うかもしれませんが、全く異臭はしませんでした。もっともそれが本物だったと知ったのはその後、警察が情報収集、専門用語わかりません。しに来た時でした。ただしその時の警察の話があまりにもおかしいのです。警察は確かに言いました。正門の柱の上に置いてあった首、間違いなくそう言いました。事件が事件だけに、トブにも散々取り上げられましたが、トブ放送でもそう報道されていました。しかし私が見た時は間違いなく、正門の前、すなわち道の上もちろん学校の敷地内ではある、であることに間違いはありません。もちろん私はそのことを警察に告げました。例えばそれが、私だけが見た現象ならば私の幻覚に過ぎないかもしれません。しかしどうやら幻覚ではないようです。なぜなら早朝あの通りをジョギングしている近所のおじさんも正門前に置かれていることを目撃していたからです。しかしこのおじさんと、私の意見は少しずれています。おじさんは首が正門の方を向いていた。つまり道に背を向けていた、と言います。何度も確認したから間違いないそうです。おじさんも本物の首、とは思わなかったらしいです。時間帯は5時10分だったらしいです。学校の時計でいつもここを通るとき時間を確認するらしく間違いはないと言います。しかし私が見たときは、間違いなく正門に背を向けていた。道を正面から見ていた状態、だったのです。だからこそ、立ちの悪いいたずらだな、と思えたわけです。犯人が見つかるまで、地元でもおそらく日本中で、犯人探しに近い情報のやり取りが行われました。その結果、私が見た黒い車をトラックの運転手も目撃していることがわかりました。問題なのはその時間です。その結果、私が見た黒い車をトラックの運転手も目撃していることがわかりました。問題なのはその時間です。私が黒い車が正門に乗り上げるように停車しているのを目撃したのは6時15分30分の間と言いましたが、彼は4時50分頃目撃したそうです。それだけではありません。この黒い車は新聞を見て知りましたが、散歩中のおばあさんなどにも同様に正門前で停車しているところを目撃されています。時間帯はまちまちのようです。さらに新聞や、近所の人の話によれば、どうやら犯人は学校近くに潜み、何度か首の位置を変えていたらしいようです。トブでも似たような報道を確かにしていました。私はそこまで丹念に見たわけではないので気づきませんでしたが、少ないものの、血痕があったらしく、それも首を移動していたこと、を裏付けているそうです。一部ではこんな報道もありました。正門の柱の上に置くのはかなり背が高くなくては不可能で、仮に台などを用いたとしてもかなりの大男が犯人だと思われる。地元ではこの黒い車の男の話で持ちきりでした。私自身目撃したわけではありませんが、この黒い車
と同様と思われる車は被害者 J 君が行方不明になる当日も公園前、 J 君が行方不明になったと思われる公園の前に駐車されていたことが確認されていたようです。おそらくこの時点では日本中が黒い車の男に注目していたと思います。いざ犯人が捕まってみれば中学生ではありませんか。あの時のという気持ちは今も忘れないほど衝撃的でした。地元では警察本当かよ的な話題で持ちきりでした。私たち地元住民がと思うのは何も黒い車だけではないんです。 J 君が行方不明になった後、警察が公開捜査に踏み切りました。この時地元住民も協力をしています。相当な人員だったと思います。周囲を見渡せば警察だらけです。警察が視界に入らないことなどありませんでした。私たち地元住民がまず一番に探したのはタンク山です。あの辺りで人間を隠せそうなところといったらタンク山くらいしかないはずです。誰もがこのタンク山を見て回りました。公開捜査では誰もタンク山で遺体の胴体部分があったことなど目撃できませんでした。ちなみに警察は警察犬を導入して探していました。公開捜査をやめた翌日にそのタンク山で胴体が目撃されたのです。公開捜査をやめた翌日にそのタンク山で胴体が目撃されたのです。確か私が見た新聞ではこんな見出しだったと思います。遺体の服を着せ替える、そうです。この前夜は雨が降っていました。新聞によれば衣服に乱れがないこと、土が付着していないこと、濡れていないことから、別の場所で殺害し、公開捜査が終わった翌日に胴体をタンク山に捨てた、と警察は考えているようだ。みたいなことが書かれていました。しかしいざ犯人が捕まってみれば、タンク山で殺害し、タンク山で首を切断、その後タンク山アンテナ基地内に胴体部分を移した、ようです。タンク山アンテナ基地内というと、文字だけ見れば発見にくく見えるかもしれませんが、金網張りになっているだけです。外から見てすぐにわかるんです。タンク山は歩道のようなものがあって、そこをたどるだけで、アンテナ基地を正面から捉える視点になるんです。したがってそこに本当に遺体があったなら地元住民が見逃すはずがありません。ましてや警察犬が見逃すでしょうか。おそらくググればわかると思いますが、この時新聞ではこうも書かれていました。用意周到な犯人が珍しく焦りを見せていた。靴の片方が脱げ落ちており、片足がアンテナ基地内からはみ出していた。この状態で死体を見つけられないことなんてあり得るのでしょうか。さらにこれもググってもらえればわかると思いますが、少年アガジ君の首を切断した日は日曜日、しかも公開捜査中の真っ昼間です。このタンク山は散歩コースに使っている人も多いです。そこでどうやって首の切断に成功したというのか、少年アガ真犯人だとして、首の切断、移動はうまくやってのけたとして、胴体部分をどうやって誰にも見つからずに移動したのでしょうか。胴体が公開捜査で見つからなかったことからも、後からそこに置いたのはほとんど明らかです。私はこの事件が一番怖いです。日本警察の怖さを知りました。ちなみにこの事件を担当した兵庫県警は、グリコ森永事件と、もう一つ過去にあった大事件を解決できていません。その後にまた大事件が起こってしまっただけに。Thank you.